ラップ言わずに聞いとくよ馬の耳に念仏。今日誰かに言われた猿の真似事、誰もと言わずに己語りの、それが先へっぽく。というわけで今日は岡山に来てます。岡山の駅前に来てるんですけど、ちょっとねこの時間まあ11時ぐらい来るんですけど、サイファーやってるってことで、ちょっと今日サイファーって言ってもなかなか岡山って言ってもいろいろ禁止されてたりとか、昔は多かったんですけどそれほど今もなかったりしてるんですけど、たまたま見かけたのでちょっと突撃しよう。ちょっとどんな感じなんですかね、いつもやられてるんですか。被災者いつもやってます。でもそういうサークルみたいな、サークルっていうかまあツイッターで呼びかけてあって、岡山で音楽してるランボイって言います。概要欄にチャンネルとインスタグラムあるんでお願いします。はい、いいっすよ。岡山でラップしてるシャドウと言います。よかったら音源とか出すんでチェックお願いします。はい、岡山の MC 笑いもんです。誰でも大歓迎なので、このまま乗り続けていくゴマウェイ、空飛ぶ JET のようにまた瞬殺、終わらせる終わらない、旅の始まりどこ行ったって俺は俺なり飛び続け、誰の友どこでまたあの人、何でもええ確かに俺が夢になれ、それはただの迷信だと思ってるけど作っていく迷信、俺はすでに蜂をイメージしながら今最強に変身していくだけなんで、またまた乗る、このビートに乗るからみんなよろしく。いや、やっぱ最高だぜ、レテで岡山しっかりと見せてく言葉の力、初心者の子が今結構メインでやってて、岡山でラップやってみたいと思う人はぜひ。ツイッターで、はい、岡山サイファーって検索したら、あ、もう結構ガチな、はいはい、でも大体岡山駅とか、そうです、岡山駅かそこの下石でやってます。あ、そうなんだ。最初見てたらやっぱりみんな怖いなとか思って絶対思うじゃん、なんかでも意外と入ったらみんななんか真面目やし、なんか、ね、言ってることもちゃんとしてんで、来てねって恥ずかしい。じゃあまた。はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。俺はどこへ行ったって折れたら、あのランボへ進んでいく、どこまでも。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。